ルド・ダ・ヴィンチと、神の英知。レオナルドのママ母。父と母は実の子より、ママ子のためを考えろ、せつぎに養分を送る気について。レオナルドは交渉人だった父と、カテリーナ、とされているが、定かではない。との間に生まれた私生児で、二人は結局、結婚しなかった。5歳の時、父方の家に引き取られ、レオナルドは父親と、その若い妻に育てられた。このママ母は、レオナルドの面倒をよく見たとも言われる。ただし、断定的なことは定かではない。上のレオナルドの文章からは、日本のある種の作家のような、鬱屈した心理が書かせたというより、むしろ感謝の気持ちによるように見える。フロイトは、父親はあまりレオナルドの面倒を見なかったように推測しているが、本当のところは、どうだったんだろうか。